こんにちは、栗山工房片詰めチャンネルです。今日は着物 YouTuber でいらっしゃる、普段着物のトントンさんが、帯体験にお越しいただいたので、ありがとうございます。その様子とそれが出来上がったものをお届けに行ってきたので、その様子とをお届けしようと思っています。最後までご覧ください。半幅帯体験にお越しいただいたのはちょっと前だったんですけれども、うんうん、ちょうど感染者数も少し、ね、うん、少し減ってて、ちょっと落ち着いててよかったななんて思ってた時期やったんですけれども、うんうん、まあ、それでも感染に注意しながらお互いに気をつけ持って体験をしていただいたんですけれども、はい、まずはその時の様子、トントンさんの方も配信されてるんですけれども、そうですね、すぐ配信されてね、はい、それもぜひよかったらご覧くださいね。で、私たちが撮った方もちょっと短く編集しておりますのでご覧ください。はい、花の芯になるところにちょっとくる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 いってもでもいいし、わざともう大きく取っちゃってもいいし、もう形通りきちっといかないとと思うと難しいんで、そうじゃなくてもこうくる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 っとやってもらったら、いいです。で、ここ練習台なんで皆さんも練習に使ってくださいね、はい、半幅帯なので、はい、半分寄っちゃうじゃないですか、はい、でこの端っことはあんまり縫い目でなくなってしまうでしょ、うん、でこんな辺だなと、こっちよりもだからこんな辺、うん、こんな辺の方が出てくるなってちょっと頭の中に入れつつ、この一塊に4個いこうみたいな感じで、どこでもいいので動かしながら解析してもらったらいいかと思います。それがこう、なるほど、なるほど。そう、だから端から端までできるだけ同じようにしときたいので、ここの色とここの色を変えたりしてもいいですか？もちろんです。もちろんです。半幅なので、こっちのメイン色、こっち側のメイン色を変えるっていう。ありがとうございます。ありがとうございます。例えば、今日さ今。この色をメインにしようとしとるけど、はい、こっち側はピンクにしようっていうこともできるっていう。ありがとうございます。足しといた方がいいのかなっていう。です。いいですか？さすがです。カキッとね。カキッと。はい。ほな、行きましょう。うん、バッチリ。バッチリ。バッチリ。いい感じ。もうこういう感じ で、例えばここもやってみたいな。そうです、そうです、そうです。で、ここは4つずつぐらい進んでいきましょうか。4つずつ、はい、わかりました。で、こっちで行くとちょっと今良さくさんで、向こうから向こうから行きましょう。そう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 、もうみんな夢中になって静かになってきた。喋らない。さすが上手やね。上手。いけるかな。行きましょう。さすが本職が生きとる。左利きや。左なら。どこ行こうかしらって悩んでますけど。はい。行きましょう。ちょっと。で、大方なと思ったら新聞でちょっと落としてもらって。そうですそうです。撮影してはるのを撮影する。こんな感じですね。そんな感じですね。じゃあちょっと裏を見てみましょうか。はい、こんな感じに。おっと、どこだどこだ。こことそうですね。ここは先生です。はい。でもいい出しすぎ。そのぐらいでいいですよ。はい。じゃあどんどん続いて。はい。ありがとうございます。それではやっていきたいと思います。はい。Thank you.
最初はねこうドキドキするっていうかね、こわごわで彩色されるので、うん、どんどん進んでいかないんですけれども、うん、あのやってるうちに慣れてきて、うんうん、でこう慣れてくるとなんかいろんな発想とかアイデアも皆さんいろいろで湧いてくるらしくて、うん、非常に楽しい感じに個性が、ね、出てきてね、うん、すごく皆さんあのお上手にやってくださって楽しく、うん、あの体験していただいたんですけども、今度もうあのそろそろあのお時間なんですけどって言ってもちょっと待ってちょっと待ってって言いながら、うん、あの頑張ってられて、まあ、できるだけちょっと早く頑張ろうねって感じ言いながらちょっと追いつつ、ね、うん、そうやっぱ後悔はしてほしくないので、でもあのやりすぎも今度引き際がね、うん、また難しい。そうやっぱりねお化粧と私よく似てると思ってるんですけど、うん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 、やっぱりねある程度綺麗にするのは大事なんで色は入れていってほしいんですけど、うんうん、ある線を超えると厚化粧になってくるっていうね、うん、なるほど、うん、なのでやっぱりねどこかで引き際っていうのは大事なので、うん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 、そこはね私もちょっと見ててやりすぎやなと思ったら止めようかなと思うんですけど、まあ、そこまでには至ってなかったので、うん、頑張りましょうって言いながらあの、はい、みんなあの思いの丈をやり尽くしていただいたっていうと思います感じです。であの基本的にはもうここであのおしまいなので、あの体験の方は終わりって感じになるんですけれども、はい、トントンさんの場合だけあの取材っていう意味も兼ねてたので、はい、見学の方もお受けさせていただいて、うん、引き続き見学っていうのも対応させていただきました、はいはい、でその様子もねちょこっとあのご覧いただこうかと思います。はい、本当にややこしいのも来るので難しいの、何に私たち色をつけさせられるんだろうみたいな。あ、そうですね。でもね、やっぱ生地の質感もあるとね面白いんですよ。あの動きがあって、うん、はい、いいですよね。うん、まあ、プロティエステ花なんですけれども見たい。ね、出来上がりがね、どんな風になるのか楽しみです。で今日はねまだ天気いいですけど、そんなに暖房機つけてないでいいんですけど、暖房機つけると乾燥してくるので無理が決められるんで、こう加湿もものすごくしてるんで、意外としてはしっかりしてるんですよ。すごく不思議だったんですよ、加湿器が出てくるのこれって思って、まあ、この楽しめるところがね色によって、まあ、それは今日体験していただいたので、すごくそこはあのロゴにいっぱいいただいた部分とか、して面白いのは何かっていうことを考えながら描こうと思うと、あの図案家さんに頼むよりはやっぱり自分たちで描いた方がより型染めに合うっていう絵が描けるので、自分たちで描いてます。でこの描いたものを型紙に移して、手で一つ一つこう引き彫りって形で彫っていくということをします。で彫った時にこの型紙がエンドレスでつながるように、これの続きがこれ、これの続きがこれってこうなるように、で合い印になる星という穴を打っておきます、はい、この後もねあの本当はのり置きのところとかもご覧いただいてご説明させていただいたりしたんですけど、うんうん、もうちょっと撮影しなかったので、はい、あの残ってないんですけれども、あのどうやって瓶型が出来上がっていくかっていう工程を、うん、あのご覧いただいて、あの楽しんでいただけたかなと思ってます、うん、で、ここで終わりなんですね、うん、体験自身は。で、その後蒸して水も落としてとか、あと仕立てをしてっていう仕上げの方はこちらにお任せいただいてるので、うん、それにねやっぱりちょっと日にちかかっちゃうので、うんうん、だいぶお待ちいただいたんですけれども、うん、出来上がってきたので、お年内に間に合ったと思って、うん、これ届けたらどうやろうって、普通はごめんなさい、皆さんは宅配便で送ります、はい、あの、はい、完成したらあの皆さんねあの送りますけれども、はい、あのトントンさんだけね、これちょっとご感想いただけるの面白いかも、力の声をね、そうどんな風に、うん、あのご覧になられるんだろうと思って、うんうんうん、あの反応が見たいよね。そうね、私らそこまで見られへんのがうん、うん、送っちゃうからね、残念なんで、あの時々ねメールでご感想いただく方もいらっしゃいますけれども、うん、まあ、そこをね皆さんのご都合あるので強制しませんので、あのお時間許せばいただけたら嬉しいですし、
でもこれ生で見られたら面白いなと思って、うんうんうん、でトントンさんの方にそれをお願いしてみたら、うん、快く快諾してくださったのでいいで撮影してもいいって聞いたらいいって言ってくれはったのでありがとうございます。で、同じようにトントンさんの方も撮影されたのでこれがどっちが先か私も分かんないんですけどトントンさんの方が先かもしれへんし、ね、早いね、はい、あのうちの方が後の配信かもしれないんですけど、はい、これが撮影がどっちもあの旦那の撮影っていうところがまたそれもおかしくてあっちからこう撮るこっちからこう撮るっていうアングルの違いがどう映ってるのかっていうのがそれもまた楽しみやね。そうなんです。こうマネ様さすがそのアングルかうちの主人はあかんなんかもしれないんですけど、まあ、そこをね、はい、見比べていただいて楽しんでいただいたらいいかと思うんですけどもパパの公開処刑になってしまういやまあ極力私もあの編集頑張ってあのありがとうっていう編集にしようと、はい、まだできてないんですけど、はい、しようと思ってます。はい、はい、どうぞどうぞ。赤さんも、はい、いいですか。こっち風が強くっていいですか。どうぞ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 。お邪魔します。どっちも入ってどうぞ入ってください。お邪魔します。お邪魔します。どうぞようこそようこそいらっしゃいませ。こういうところありがとうございます。すいません、お休みじゃない、いや忙しい時に来てもらったじゃないですか。全然大丈夫です。大丈夫。その前に素敵じゃない英語の着物。ありがとうございます。そうですか、栗山さん染めですね。はい、そうです。これ木綿なんですよ。え、木綿染めれるの？染めれます。マジで？で、川越東山ってこの間ご紹介したでしょ。あの方にこれは無地を折ってもらって、うんうん、でそれを染めたんですけど、うん、でもそうするとすごく高いので。そうですよね。だからこれは皆さんに販売するにはちょっと高すぎるので、うん、ちょっと違うところであの機械織機で折った木綿で、うん、染めてるものが実はあるんです。うっそー見たい。そんなのあるって知らなかった。そうなんです。だから、見えないでしょ、木綿に。見えないです、見えないです、見えないです。どうしてもね、チェックとか島になると木綿の感じが。私は紬だと思っていた。そう、だから私はそのつもりで着てるんですよ。全然紬の顔して着てたらいいなと思って。紬の顔して木綿って、うん、ただ、今日雨やし、雪かもしれへんし、途中でえらいことになったら困ると思って着物、着ぬ着んの怖いなと思って。萌えは一人やけど木綿着ようと思って。割に一人でも木綿はあったかいんですね、ふっくらしてるので。あ、これすごいいいと思う。本当ね。売っちゃえば、売っちゃえば。あ、これは売ってないけど、あの、ブツが売ってる。で、これがあのブツですね。そうです、そうです、そうです、そうです。で、皆さんのはもう昨日に私に発送したので、はいはい、今日手元に届いてはず。あ、じゃあみんなキャーキャー言ってるんだ。そうそうそう、僕ぐらいに。そうなんです、そうなんです。きっとね、出かけれなくなっちゃった土日だから、みんなしょんぼりしてるからすごい嬉しいかもしれない。でも時期的にもちょうどクリスマスプレゼントみたいとか思いながら。そうですよね。いや、買ってもらってるやけど。いや、プレゼントですよ、本当に。かわいい。ママちゃん。ママちゃんなのね。ママちゃん。うち子供たちがちょっとアレルギーあるんで、それも余計。なんかお姉ちゃんの方が弱くて、今学校で自転車乗って行ってる、その風でダメで。あ、もう、うん、なんかのアレルギー、ブタクサアレルギーみたいなのとか出てるのか。でも、何が来てんのか私も分かって、ちゃんと調べきれてないんですけど、うん、あれで調べきれんげんって、体調にもよるから。そこで分かる人も全員じゃないっていうのは聞きますね。うわーかっこいい。うわーこういうことになって、うわーすごい。まず傘から傘から日傘だよ。はい。うわーすごい。淡々と開けて、淡々と開けますよ。いきますよ。うわー、こうだったのね。だったのね。うわーすごーい。いいでしょ。いいね。素敵やね。これで京都行こう。ぜひぜひ。
これで京都行こう、栗山さん来たよっ て, てまた来たよってまた私誰かに言うてまた柄が全部じゃないのが、ね、これも、ね、全部じゃなくていいよね、うん、全部じゃない方がいいと思う。これ多分生地的に2箇所になったのか、うん、そうそう、そこしか歯切れが取れないから。でもこの方がいいと思う、全面より、ね、うん、この地色がまた素敵だから、そう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 、すごくね夏にいいですよね、うん、今ちょっとなんか違うけどね、今違うけど、でもこの天然素材の感じが最近ね、ギンギンギラギラのなんか UV 重視のしかないから、うんうんうん、こっちの方が絶対可愛い。いやありがとうございます。そしてこちらですね。例のあれですね。いやこんな細いんや。これもあれですよ、はぎれです。はぎれです。びっくりした。さすがマネージャー、絶対勘違いしてると思う。聞いてます聞いとるね、はい、あれ聞いとる、はい、私初めて見なった、はい、もう一回言ったら大事なことやからちょっと瓶型を手にする日が来ると思わなかった。いや嬉しい、栗山さんありがとう。いい、こちらこそ。瓶型をどこで買っていいかも分からなかったぐらいだったからめちゃめちゃ遠いんですよね、こっちから瓶型の存在がそりゃそうやね、ちょっと遠いね。遠いんですよね。加賀友禅で止められちゃうんですよね、ブロック聞いてて。ああ、なるほど。わあ、すごい。めちゃめちゃいいよね。めっちゃいいですね。かわいい。ね、ちょっと、かわいいやろ。はい。ちょっと当てて当てて。当てる当てる。こんな感じ。あ、かわいい。いい。似合う？はい、似合います。せやろ。言わせとるやろ。せやろ。恐ろしか言えないね。裏やっぱ違う感じに慣れたかな。ちょっと慣れましたね。ピンクがあるのかないのか、ね、そうだね。こっちがちょっとこの黄色とかが多くて、こっちがピンクがメインのちょっと優しい感じ。うん、うんうん、そう、こっちっていうのは表と裏ってこと？そうそうそう、裏表色合いをちょっと変えたのですよ。なんかこっち春にして、こっちもうちょっと暖かくなってからにしてっていう風にしたくって変えたの。うん、かわいい。あ、頑張った甲斐があった。これ頑張ったの。2色。どういうこと？ここ2色。素人でこれ大変なのよ。素人でこの1個の絵の中に2色使うってさ、なんでこんなことしたんだろうって途中で思ったぐらい大変だったんだもん。そうそうそう、やっぱりね、そう、細かいところまでこう時間的に問題とね。そうです、そうです、すごい大変で、うん、でも今度時間かけりゃいいかって言ったら今度疲れてくるんだよね。そうなんですよね。だから疲れない間にやりきるっていうのが、そうそうそう。でもすごくぼかしの雰囲気もいい感じね。自分がやったらどこかいい感じ。多分ね、茶色をやってくださってたんですよね。あ、じゃあ これこの面だ、こっちのこの交互っていうのの茶色を、あの優子さんが、あ、やるねって言って、ここピンク茶色ピンク茶色っていう感じにしてくれた、うん、そう、こっちのぼかしと色が違うの、うん、栗山さんのピンクが好きやったん、だからピンクいっぱい入れたかったん。分かってないやろ。もう大丈夫です。大丈夫ですか、はい、見えてますか、はい、見えてますか、はい、私、終わりがけにスイッチ入ってきて、うーん、やっべ楽しくなってきた、どうしようみたいな。周りが結構疲れたって言ってるのに、やっべどんどんしたくなってきたみたいな。でも最初はどうしても様子が分からへんから、こわごわやし、いいのかないいのかなって思ってるところが最初大半でしょ、大体が。で、出来上がってくると、なんとなく見えてきて、楽しくなってきちゃったみたいになって。え、もう入れたらどうなんやろ、どうなんやろ、どうなんやろ、やってみようってなってくる。で、だから私とまこちゃんが多分、後半めちゃめちゃ楽しくなってたけど、ずっとやってたでしょ、二人で。集中力途切れないタイプ。多分体勢取るのが得意なんだと思うんですよね。
うん、腰の位置のね。そう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 。私も最初から布をこうやって伸ばして、全然腰曲げないでちょん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 ってやってて、みんながこうやってやってる方は多分次の日大変だったの。そうそうそう、みんなで必死になってこうやっていく。いや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 、そう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 。危ない危ないと思って、うん、こここうやったらすごいこうね動くからすごく体勢取りやすい。そうそうそう、こうしてやればいい。で言ってもね、なんかみんなこうなっちゃう。なんかすごい大変そうと思いながら、うんうんうん、じゃあ楽しく私はさせていただいてありがとうございます。ありがとうございました。もうお喜びいただいて何よりです。いやでもあの言ってたより柔らかいよ。あ本当？うん。そう、どの程度がいいのかなっていうのがいつも悩みどころなんですよ、うん、あの仕立ての芯がなんか硬いよっておっしゃっとったから、うん、締めにくいですっていうのだから、いや大丈夫やと思う。あとね、スルスルすごい綺麗ね。そう、スルスル触りと、触りとどうぞ触ってくださいって。この尻尾がいつ も何か物語ってここ表情はね、孔明がいつもこう止まってんのに尻尾でね、こう何かを語ってるのがいつも可愛いね。みっちゃん起きた起きたの声聞こえたし、あの手ブラウンも最高。あれびっくりした、夜あみんちゃん椅子におるなと思って、どんだけ手伸ばしとるって。締めにくくない？全然締めにくくない、軽いし、いいよ。いい感じ、素敵、ちょうど真ん中です。本当このピンクとぴったりやね。そう、ちょっと帯締めだけ変えて、さっきと後ろこんな感じ。すごい。あー素敵。かわいいね。華やかでちゃんと緑も出て、すごい。ここがちょうど、はいはい、うん、こうするための380だったんだ。そう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 、こうしたかったの、この結び方の用の380、ね、ぴったりきた、いい感じです、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。全然今12月だけどこの変くないよ。変くない。全然変くないよ。変くない。そうそうそう。全然変くないよ。帯締めで楽しめるし、うん。うん、そうそう。今今日はピンクだけど、そうそう、黄色でもいいし、紫でもいいし、水色でもいいし、何でも何でも。でいろいろ楽しめますよ。でもこれはね、きよみさんセレクトやったしね、この配色自身は。こう使い勝手がいいように、そういろんな色をつけれるようにっていう、うん、この毒を吐きそうな、ちょっとなんかボワってね、ボワって出そう。魔除けみたいなこの花がいい感じでなってますけど、ありがとうございます。ありがとうございます。わ、いい動画になったとか。すごいすごい嬉しい。こんないい帯をできるとは嬉しい。ありがとうございます。嬉しい。いいね。いいです。ね、いや、そんなに締めにくくなく、本当に、うん、軽くあのグって一回グってやればもうすぐ止まるから、もう全然楽。よかった、うん、これね、うん、清美さんのいいところは、うん、嘘をつかないところや。そうだから、これねちょっとね柔らかいんだけどねとかね言わはるでしょ。なんか、ね、でうちの締めた時にこれね締めにくいって言わはったらどうしようってちょっとね最初からうちのは締めにくいからって言うとって、そうだからもう何の予言なんだろうと思っとった。そうそう、もうそこでね動画でそれが入ってくると、うん、すごい心折れるかもしれないと思って逆にもうあかんっていうのを思っといたら上がり調子いくから。いやでも本当ね、全然締めにくいって感じなかった、うん、やったそうそうそう。なんかでも私朝100これだけね、あのガシガシの朝ってあんま締めたことないから、うんうんうん、こうやってやるときに、うん、あのギシギシってなんギシギシって言う、朝擦れるのが、あのなくなっちゃわないっていう。大丈夫よ。ああ、せっかくのガラガラっていうのがあって、それはちょっとびっくりしたんだけど、全然あとは本当にピタッと止まるから、うん、全然締めやすいですよ。軽いし、めちゃめちゃいいと思う。うん、あでも今ちょっとギシギシって言ってなくなっちゃったらって言われたのが、うん、これプリントで例えば表面だけがついてたら、うん、もしかしたらこうしてなくなっていくなってくかもしれないけど、うん、うちの場合はちゃんとこう全部染めてるから、うん、もちろん表面と中では色の濃さは違うけれども、うん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 、そういう意味では大丈夫だと思う。大丈夫。なくなっていかないっていう。うんうんうん、いや本当軽くていいですよ。よかった。よかった。皆さんもぜひあのこの
半幅帯と日傘が出来上がってくる、はい、日傘が、はい、日傘まだあるの？まだね、あのなんか生地がそうあまり生地で作ってるので限定ですよって言ってたんですけど、そうそう、なくなり次第終了になるんですけど、あのありがたいことにね、まだたくさんある。あ、そうなんですか、はい、じゃあこれあやがさんもできますのでぜひこれは継続されるんですか？でもなくなったら終了します。日傘の新潟のその半幅帯ある、こっちはできる、体験、うん、体験、あ、それやられるんですか、うん、それは継続で随時やっております、うん、はい、人数制限はあります、うん、ちょっとコロナの加減と施設の加減もあるので、うん、でもさすがに冬は難しいですよね。あの一応ね、それでも1月にお申し込みがあって。あ、そうなんですか。それは2人いらっしゃるんですけど、うん、ちょっとその方の部分だけあのキムさんが体験されたスペースをちょっと閉めてしまって、うんうん、オイルヒーター入れてちょっと暖かくして。あ、なるほど、なるほど、うん、でもやっぱりあんまり職人さんと交わらへん方がお互いにええなと思って、うん、なるほどなるほど、いろいろちょっと工夫して、工夫して、はい、で皆さんの方もすいません、できたらあったかい格好っていうお願いにはなります。巻き巻きの格好で来るとちょうどいいかもしれないです、うん、ただこう濃厚接触にはならないとすごい距離感は保ってるの でソーシャルディスタンスはすごくいいと思うので、うん、大丈夫なので、うん、はい、なのであのちょっとずつだったら受け入れていきますけれども、あの、あの体験もありますよね、急須、うん、名古屋の方の体験もあるし、うん、あと毎週木曜夜9時からで、ありがとうございます、はい、ぜひぜひでございます、はい、チャンネル登録もよろしく、はい、お願いします。ね、なんか本当喜んでくれはって、でさらにちょっと締めていいかしらって言って締めてくれはったところがね、うん、うわ、で私自分が半幅苦手やから、うんうん、締めにくいと思ってたんですけど、うんうん、そんなことないですよって言ってくださって、よかったと思って、まあ確かにちょっと慣れの部分は必要なんかもしれないんですけど、でもあのそんなに難しくないとおっしゃってくださったので、あ、もう本当一安心です。よかった、出来上がりをご覧いただくことの喜びを私が噛みしめるっていう動画になりましたけれども、はい、でもあのこういうあの体験したことで、半幅帯とそれぞお揃いの日傘が出来上がってくるっていうのをご覧いただいたので、うんうん、ぜひぜひあのご検討いただけると嬉しいかなと思います、はい、もうね、撮影行った日が、うん、その前が関越道がえらいことになったの後やったんですけど、うんうんうん、それでもまだ雪が降ってるっていう時やったので、うん、たどり着くかなと思ったけど、うん、まああのスタッドレス履いた車で行って、うん、履いてなかったらあの高速降ろされるとこやったんですけれども、なんとかあの走ることができて、はい、朝早くに出て、うん、向こうに着いて、うん、でお渡しさせていただいて、うん、でせっかくここまで来たから、うん、あの美味しいも食べに行きましょうって言ってくださって、うん、でお寿司食べてきました。ありがとうございます。いいな、美味しかった。もりもり寿司に来ています、うん、美味しくいただいて帰ります。めっちゃ美味しかった。もうちょっと幸せやった。はい、ぜひあのトントンさんのところに行かれた方はあそこ行くといいと思うとか、でせっかくなんでちょっとお買い物もうろうろさせていただいて、でもう一つの目的ね、やっぱりさトントンさんのパンを買って帰るっていうのが目的一つあったので、あの買いに連れて行ってくださいお店にって言って連れて行ってもらって、もうどうしよう、こんな状態、パンだらけ、まだ入りそう、どうしよう、これフランス食べたい、ネットにないからね、ネットね、ね、結構ネットにないもん買ってる、はい、はい、これも何、これも絶対ネットには出さないね、こんなカリ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 のもなんかネットには出せない、カリカリカレーパン、超カリカリカレーパン、レーズンスティック、店にしかない、やっぱりこういうのとかね、そう、ここラスクめっちゃ美味しそう、ひなこラスクとか、わ、何気に安いです、何気に安安っ、108円108円安い、
女の子にはいいよ、鉄本。これめっちゃいいね。皆さん買ってて会社で着るのも、ちょうどこれ100円でちょうどいい。ちょっと小腹で食べたい時とかね、女の子。これめちゃいいな。いや。ガーリックラスクをチーズフォンデュで食べたら美味しかったっていう小料理屋さんで。めっちゃ美味しそう。くるみ入ったやつや。ラスクの耳やから何入ってるかわからんけど。これ当たりちゃうの。これ当たりやね。これどう見ても当たりやん。くるみ入ったやつやね。当たり。くるみ好きさんには当たりです。でやね。いやこれは冷凍も厳しいなってきてんねんな。これはもうラスクなんで常温で大丈夫っすよ。あ、そうやね。2月10日まで持ちますよ。え、本当？あ、乾物だから。2月10日まで持つ。あ、私の誕生日まで。じゃあ誕生日。もうこんな状態。やばい。やばい。これはぼちぼちと保存しながら食べていくってことをします。はい。はい。2月10日までいける今回は。はい、楽しみが増えました。あ、こんなまで売ってる。小麦粉まで、はい、パン粉もある。何でもある。パン粉もある。ボーってパン。ここは場所はどこになるの。ここは、のみ市、石川県ののみ市の寺井町のアルビス寺井店。はい、ぜひこちらへ来られた方はお立ち寄りください。ぜひぜひ。カゴいっぱい。いいお客。いやいやいや、まあね、パンやし傘が高いからそうなっちゃうんやけど、我が家の冷凍庫の中にいっぱい詰め込みました。でラスクもね、いっぱい買っちゃったので、ボリボリと結構日持ちするみたいなんで、ぼちぼちと食べていこうかなと楽しみにしてます。ああ、そうやね、食べたいよな。うん、また持ってくるな。え、皆さんは買ってくださるかお取り寄せされたらいいと思います。はい、今日は着物 YouTuber でいらっしゃる普段着物のトントンさんが半幅帯の体験にお友達と共に来てくださったことと、それをお渡しに行った動画の方を配信させていただきました。はい、あちらはね、2万人からいらっしゃる。その恩恵が来るといいなってちょっと思いつつ、本当にね、その楽しいし、うん、でその後も嬉しいし、うんうん、これが長く愛用できるもんだと自信持っておすすめできる体験内容になってますの で、うん、で今はちょっと寒いので、うん、それと感染が今拡大してるので、ね、ちょっと今すぐは確かにどうやろうと思う部分あります、うんうん、で暖かくなってきたら多分落ち着いてくるであろうし、うん、うち自身はすごくソーシャルディスタンスすごい取れるのでお越しさえいただけたら気をつけ持って、うん、体験できるかと思いますので、うん、3月になったらとか4月頃になったらとか、うんうん、ちょっとずつご予定いただけるといいかなと思いますので、うん、お問い合わせいただけると嬉しいです。はい、はい、ぜひぜひお申し込みの方お待ちしております。はい、では、毎週木曜日9時からプレミア配信しております。チャンネル登録と高評価、いいね、グッドボタンね、ポチッと押していただけるとすごく嬉しいです。お願いします。で、チャットとかでね、コメントいただいたり、もちろん普通のコメント欄の方にコメントいただくのもすごく励みになります。本当ないときね、なんか寂しいなって。なんかなかったんか、私今日はミスったかなとかちょっと一人反省会、うん、そうなることあります。いただけたら、あ、やったーって
実は喜んでます。楽しみに待ってますので、コメントの方もよろしくお願いします。はい、はい、また次回の動画でお会いしましょう。はい、さようなら。さようなら。